一番人気ジェンティルドンナ。長丁場のこのレースですが、タップダンス七、早くも先頭に躍り出た。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘。強さとはすなわち私そのもの、何者も届かない絶対の力。さあ蹂躙の時間ですわ。タップダンス七、快調に飛ばしていきます。先頭はタップダンス七、単身で飛ばしていきます。続きました6番、激しい先頭争い。それを見るように14番ジェンティルドンナ、ここにいます。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭から後方まで隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭集団を見ていきましょう。現在1番手はタップダンス七、続いてジェンティルドンナ6番、3番手第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭は相変わらずタップダンス七、2番手にここから14番、それを見るように6番、外を回ってジェンティルドンナ、外目をついて11番、その内並んで8番、1馬身離れて16番、1馬身差15番、外にはゼントローブロ、少し離れて12番、そして2番、1馬身離れてシンボリクリスエース、外から13番、18番並びかけてきた。さらにその内からは5番、残り 1000m を通過、その内並んで1番、後方2番手に9番、そして最後方4番、意気揚々と先頭を行きます。タップダンスシティ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、大けやきを越え4コーナーへ。ジェンティルドンナ、どこで抜け出した。先頭は見合ったまま、これが直線勝負になるか。さあ内から先行を疑うのはタップダンスシティ。最後のコーナー、先陣を切ったのはジェンティルドンナ。ジェンティルドンナ強い、完全に抜け出した。栄光まで400、ゼンノログロイ追いつかる。ジェンティルドンナ先頭はジェンティルドンナ、これは強い。優位の走りだ。後ろをぐんぐん突き放して、これはステイプリード。残り200、ジェンティルドンナこれは決まったが、後ろを大きく離れたぞ。ジェンティルドンナ強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。死力を尽くした消耗戦、私こそ勝者、私こそ最強。よろしくて。